泥沼バラエティお疲れ様でした。ありがとうございます。先日ふとんちゃんがおっしゃってて、人生で初めて打ったパチンコはこれですね。懐かしの曲は1分あたりから流れます。ラリルレリラリルレリラリルレリリってやつか。そう、 CR フィーバー雪降り機こそう。でってってってでってって、うわっ、それこれこれ俺が初めて打ったやつ。温泉マーク。うわー懐かしい。俺だってこの同人誌まで探したもん。当時 CR 雪降り彦の同人誌ねえかなっつって。うわ懐かしい。突発ってやつだな。突角か。135のやつだわ。うわ、クソ懐かしい。ダーリン、ラムネを買ってきて。うわ。ズッ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 。今のパチンコと比べてさ、あっさりしてるしよ。今この時点で無音なんだぜ、昔のパチンコって。これでいいんだよ。ここでさ、キュイーン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 ビコディ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 コ、いらねえんだよマジで。これでいい。そう、ありがとうございます。ほいは高橋がにゃんとりさん、とある日のしげ、なんでだ、みんな私だけ酒出したわ、涙出んな、月始の、昼跡。とある、まあ、すごいな、うん、ありがとうございます。多分語彙量とか、多分いろいろね、多分文学的なんでしょうね、きっとおそらくね。マツコさん、台を見るとマスターまで頑張ってな。俺らしいで、布団ちゃんと同じとこまで行けるの頑張れよ。戦おうな、出た時にな。坂野ゾンビさん、自分でもやっとガイルでダイヤ開けたよ。ちょっと前にスト5でオニアとマッチして負けしたのが懐かしいよ。あー、ねえ。あいつ今どうなんだろうね。なんかエボ行きたい、エボ行きたいって。言ってるけど、練習してんのかね。縦原アナル炭治郎さん。マニア、ドロバラ面白かったよ。明日用事があって東京行くんだけど、浅草から豊洲方面でおすすめの店あるから。もしマニアに偶然会ったら、声、生声だけで絶頂しちゃうかも。ね。いやー、そうっすね。浅草から豊洲か。店わかんないんだけど、でも浅草寺のあそこは結構行くだけでも楽しいけど、でもね、浅草やっぱもんじゃとか、あと天ぷら屋さんとかちょっと高いんだよな、しかしな。うん、まあちょっといろいろね、面白いところあるんで、浅草寺近辺とかは結構いい店あるかなって感じるわ。ホテイさん、彼女のスマホを覗いただけなのにくっそ抜けました。これからもお世話になります。布団ちゃんに出会えてよかった。あ、そうだよな、3巻まであるから、ぜひな。イキシチニさん、ピッコロさんが大活躍した DB 超スーパーヒーローがプライムビデオでただ見るようになったぞ。これはね、前から言われて知ってます。ブロリーの時のように、ぜひともウォッチパーしてほしいけど、またツイッチバンされないよね。俺見たんだよな、これな。そう、ごめんね。見てるんすよ、もうね。松本 D ワキさん、キルリーダー松に続いて KO 松を作ってみました。KO 松。お前ってもう配信も適当にやってるんだな。お前もうお咎めもない規模なんじゃないんだから、画面映ってるかくらい気にしろよ。あんな感じでやんならお前もう二度と配信すんな。みんなお前の画面見たくて見に来てんのに何ヘラヘラしてんだよ。まともに視聴者に配信見されないならやるんじゃないよ。小規模でダラダラやりたいなら一生サブスクだやってろ。それかこういうことやり続けて人散らせ。そしてその分だけの恨みを買え。言っとくけど、そういうことすると他の人のところに嵐が湧くし、何のメリットもないからな。人の迷惑になってるんだぞ。そういうリスクぐらい考えろや。考えた上でやってんならお前は人として終わってるよ。 KO
ぶっ飛ばしてんだけどこいつマジうるせえって返信しよううるせえ視聴者からのメールだろうな、きっとおそらくな、うん。視聴者からのメールが来て、多分それを読んでた時だろうな、きっとおそらくな。ありがとうございます。渡辺さん、PUBG26 日からスト6コラボ来るの知ってる？なんからしいね、なんかね。なんか、そう見たわ。なんか、ホセリュウみたいなのがいるやつな。ありがとうございます。ジロリアンマイス、似合う感じします。ありがとうございます。場違い、ハミングバードさん、初入れだよ。最近伸びてた布団ちゃんのマッド見つけたから、よかったら見てね。どれなあ、ロボトミー手術しろ、早く。マジで。おすすめするよ。病院行って、すいません。ロボトミー、僕にやってくださいっつって。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひゆっくり解説で脳を切断し感情結束手術、ロボトミー手術っていうのがあるんで、まあ、ぜひね、興味ある方はどんな手術か見てみてください。高井美人さん、布団ちゃんってスト6クソうまいし吸収早いよね。前にポケモン領域の話したけど、格ゲーにはもうそういうのがあるのかな。布団ちゃんって10代の頃に格ゲーやり込んでたよね。そうっすね。高校の時に結構やり込んでましたね。そう。スト2自体も小学校の頃やってたかな。TT さん、寝れない時にマジでおすすめ。俺も寝れるけどな、もう、この後。ちょっと似てね。俺、本人かと一瞬思ったんだよな。ちょっと似てね。なんかハクビ出てきそう。あ、なんかもう眠い。なんかもう眠いわ。いや、あれだよ。なんかもう寝れそう。お好み焼きさん、この間のバンドリー曲欄に中島美香の赤崎読みましたね、これね。ありがとうございます。知ってました。イエローさん、この前深夜テンションでコウスケのキャラ弁作ったんだけど、作り終わった写真撮ろうとしたら、コウスケの顔気持ち悪くなってすぐ捨てちゃった。深夜テンション怖い。なんで？別に捨てなくてもよくない？食べればいいのに、そんな。うん。パンパースサラサラケアテープ S サイズさん。料理本から何品か作ったよ。最先端親子丼が一番今好きだな。普段時短料理ばかりだから、久々にこだわって料理できて楽しかった。ありがとうな。こちらこそ。ありがとうございます。ジューダさん。最初、ためたろです。ラッシュが強いジュリア DJ に対してはしゃがみ中盤にキャンセルラッシュを仕込んどくと、とがめつつリターンの高いコンボがいけるとか、選択肢の一つとして覚えておくといいかもしれないです。しゃがみ中盤キャンセルドライブラッシュってことか。ああ、なるほどね。逆にね、こっちもね。うん。ありがとうございます。はい。頑張ってマスター行きたいなって思います。はい。ということで、明日はね、バカゲフェスティバル、はい。やりたいなと思っております。またどこかでお会いしましょう。おやすみなさい。